天のくれげ日記始まるよ。はい、どうも天です。今回はこちらチーカーのパスケース取りに行きたいと思います。で、今回ですねコンプしたかったんですけども、行ったらもう栗まんじゅうが完売ということで、これね確かね2日ぐらい前、金曜日、僕今日曜日なんですけど、日曜日に行ってるんですけど、金曜日にね確か入ったはずなんですけども、栗まんじゅうが完売ということで、いやーコンプできないならと思ってシーサーは諦めました。なので今回はちいかわと8割のみ取ってきました。で、まあ取ってきたんですけど、なかなかねあの8割の方が特にあのいい取れ方をしたので、ぜひあの見ていただきたいなと思っております。で、今回は筐体はデュエットですので、日本づかみっていうのも何度かチャレンジしているので、まあそれがねちょっとどうなのかっていうのも見ていただけたらなと思っております。果たして今回は沼らずに取れるのかどうか、ぜひ最後までご覧ください。それではプレイ動画どうぞ。チャンネル登録よろしくね。はい、栗まんじゅうがね完売してるんで、ちいかわもちょっと取ろうかな。コンプができないの残念だ。でもめっちゃいい感じ。これで日本づかみがいけたら一瞬でも遅延してくれたら1秒、やっぱちょっと日本づかみ無理なのか。これここの隙間とかどう？隙間に入るところがついてしまって、ついてしまって、ついてしまって、お、ラッキーラッキー。はい、ちょっと隣のブースで日本掴みできないかやってみます。ブースがあればできる可能性は十分にある。無理です。強っ、8割もゲット。はい、ということで今回はチーカワと8割取ってきました。で、これねパスケースなのでここ伸びるんですよ。いいでしょ。で、気づかなかったんですけど、これポーチみたいにもなってて、ここにもね物が収納できる、もう優れものですね。はい、僕はね今あのモモンガのガマグチぬいぐるみみたいなやつを使ってるんですけど、これぜひモモンが出してほしいなっていう気がします。しまらない。で、まあ取り方としてなんですけど、まあデュエットでプレイしてたじゃないですか。で、日本掴みチャレンジしたんですけど、日本掴みはねちょっとね全然うまくいきませんでした。まあ感覚としてはそうですね、やっぱここら辺持ってしまうと無理なのかなっていう。で、可能の時はおそらくなんですけど、こういう向きで掴んでこうくるってなった時にここで耐えるかどうかじゃないかなっていう風に勝手に思ってます。でも、まあ、ちょっとデュエットで2本掴み最初の初期位置からあんな風にして、まあ、できなかった場合はもうちょっときついかなっていう風に思いもします。はい。で、8割の取り方が一番良かったんですけど、8割はですねこうなった時にここついてそのままアームが滑って入ってってくれたんですよね。これ強いですね、このホールドは。これはね、ぜひね、狙っていったらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。これからやりに行く人は、この取り方っていうのは、まあ、狙ったらいいんじゃないかな。で、デュエットはですね、割と簡単だったような気はするんですよね、これ。デュエットだと、まあ、簡単かなと思います。変に他のトリプルとかだと、まあ、難しいのかな。引っ掛けるところがあんまりないので、まあ、先端にゴムがついてるようなやつだったらここら辺狙ってみてもいいかもしれないですけど、ちょっとねあの形的には難しいのかなっていうふうに思いました。まあ、あと考えられるのは砂利設定とかね、砂利の上にこうやって置いてある設定だと、まあ、2本で掴んでこうクッて手前に回せればそのままシールドかかってくるみたいな
はできるかもしれない。けどまあそうですね、形的にはかなり難しめの部類に入るので、設定を見てまあ続行するか撤退するかを決めないと沼りそうな感じはありました。正直僕も今回デュエットでやってたんですけど、まあデュエットは得意だし、まあいけるなっていう風に思ったのは、やっぱシールド低かったからですね。途中で気づいたんですけど、シールド低いのは最初プレイするときはあんま気にしてなかったんですけど、途中でシールド低いことに気づいたので、まあシールド低かったのが何より救いかなっていう風に思います。はい、ただまあシールド関係なく、ここ8割の取り方ですね、ここをぶっ刺してあれだけホールドするんだったら、まあ全然シールドは関係ないし、まあ、このパスケースの攻略の一つかなと思います。ここの穴っていうのはね。はい。ぜひこれから取る方はここを狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。本当はね、ここに手前に引っ掛けてこうやってシールドに持っていく、こうね、のを想定してたんだけど、うまい具合にここに当たった時に、8割がぐっとこっちに立つような形になってくれたので奥まで入ってホールドできました。今指で入れてもほら全然取れないので、はい、これはね狙ってもいいんじゃないでしょうか。なのでこのパスケースは裏にしてから結構チャンスがあると覚えていただければいいんじゃないでしょうか。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記ではこれからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね遊びに来ていただいて、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですねホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、いや苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。 Twitter、TikTok、インスタなども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。